สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันประโยคง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะ今日は何してたの?ドライブに行った。武道園に行った。どこに行ってたの?友達と買い物だよ。彼と山登りに行った。彼と日帰りキャンプに行った。今日は一日やることが多すぎて疲れた。たまに休憩したら?今日は一日中家を片付けた。今日は一日歩きすぎて足が痛い。今日は一日歩きすぎて足が棒になってる。今日は一日歩きすぎて足がだるい。今何してるの?今何してんの?今何してる?寝ていた。まだ起きてるの?もう遅いけど寝なくてもいいの?ドラマを見てから寝る。ใครชื่นชอบคลิปภาษาญี่ปุ่นดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องMeeting Japanแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ